おはようございますというわけで、始まりました YouTube 稽古場潜入ということですね。現在僕は軍刀という舞台の、稽古をしております。今日はもう大詰めでですね、稽古最終日ということで、カメラが密着してみました。それでは場内の様子どうぞ。じゃだんこんにちは。グリム役の塚本です。お世話になっております。どうもよろしくお願いいたします。小出とは久しぶりの舞台共演。いやもう久しぶりですね。もう初舞台の唐沢家からお世話になっております。もうよろしくお願いいたします。初舞台の時と比べて、あもうそれは全然違います。本当そりゃ違うやろ。それは同じだとおかしいやろ。いやそうです。いろんなこと感じながらね、なんてここは自分にリアリティがあるかとかね、そういうことをよく考えてると、僕がこうやったらどうだって言ってもなるほどって一回自分の中に入れて、だけど違うなと思ったらやっぱり自分の考える中で解釈してそれをやるというね、やっぱもう揉まれて自立心が。本当ですか。そりゃそうだよ。これから楽しみ。本当ですか。やりたいですよ。本当にありがとうございます。もう初舞台から騒ぎからなんて蜷川さんのやっぱねこう全てが詰まってるんですよ。塚本さんに本当に教えていただくことが多くて、もう6年半ぶりの舞台なのでなんか思い出しながらやってました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいなんか下から自己紹介のほど、フランス役新里幸太と申します。よろしくお願いします。どうですか今回の役は。楽しいですか。いや、地獄です。地獄冗談です。楽しいですけど長ゼリフに苦戦したりですとか、ね、あとこう長時間を少人数でいなきゃいけないステージの時間の言い方とか、ね、たくさん苦労してますけど、もう後半は楽しめてます。金髪似合ってますよ。本当ですか。似合ってますよ。小出さんも途中から、ね、小出さんも悪い弟。いや僕からしたら悪い兄貴悪い兄弟ってことですね。そうそう。小出さんと初共演ですよね、はい、どうですか。近づく少ない方なのかなと思ってたんです。勝手に。あ、ちょっとクールな感じってことですか。でもこう喋ったら結構もうすぐ気さくに話してくださったりとか、すごいね、なんか冗談を言われたりしたじゃないですか稽古場で。どんな冗談を言われてますか。いや結構いろいろね、いろいろなんか動きからこんなんして大丈夫ですか。大丈夫。こんなんしてる小出さんもいて、え、嘘を止めながら。そこから結構ね、僕も袖はけたり、結構袖にはけたら待機してらっしゃることが多いので、はいはい、セリフ噛んだりしたらずっといつも出してもう出る直前なのに結構やったとか言うてなんて修行してますんで、ね、呼ばれてますね先輩方でも稽古の合間とか休憩中に小出さんもたくさんアドバイスいただいて感謝しております。で、そうですね、新里くん明るい。明るいですよね。すごい明るいんですよ。結構多分、ね、あんだけ言われてたら寝てくると思うんですけど、そこをねちゃんとなんか多分根が明るいっていうか、うん、多分ねそれがすごく救われてる気がします。全体が。ちなみに、はい、今回の2人の見どころを教えてもらってもいいですか。見どころどうですか。まあ、僕はやっぱり、まあ、初挑戦というところもありますけど、まあ、セリフが長いところ、長ゼリフだったり、まあ、僕初めてなんですよ悪い役をやると。はいはいはい。まあ、でもフランツがね悪かといったら全部悪で、こう悪って言葉で収まりきれない人物だとは思うんですけど、ちょっと僕が人の人生の歯車をいろいろ狂わしていく感じをちょっと注目していただいたらなと僕は思いますね。まあ悲劇で古典ということなんで、まあやっぱその古典の良さが伝わるといいなって思います。まあハードル高いイメージありますけども、やっぱりなんかまあ聞いてて見てて普通にシンプルに面白い、あ悲しいなって思ってくれたらいいなっていうふうに思ってますね。みんな盗賊たちとか、まあね、かっこいいので、なんかその男のなんていうんですかね、こう、まあ、かっこよさみたいな出るかなと思います。大変な時期じゃないですか、はい、まあ、まだ結構最終日で初日の幕が上がって無事に上がってこう降りることを祈りながら僕が稽古してますけど、はい、こう初日の幕が開いてから千秋楽まで座長小出さんが、うん、こう何のパワーをこう発信していきたいのか。でもやっぱ本当今おっしゃった通り、やっぱこういう時期に劇場に来てくれるっていう、まあ、ある種のリスクを冒してっていうこと自体が本当にそれだけである種僕はゴールだなと思っているので、その気持ちに応えられるっていうことっていうのは、やっぱいつも何もない時以上にこうこっち側の、まあ、エネルギーだったりなんかこう態度っていうかこう姿勢が大切だなっていうふうに思うので、それに応えられるやっぱり何ですかね、こう心持ちだったりカンパニーでありたいなっていうふうに思っております。
なんか聞けるタイミングあったようでなかったなと思って。そうだよね、小出さんの口から。ちょっとごめんなさい、カメラの前だったりしたんで。全然全然。ここだけの話、はい、なんか小出さんのこう稽古中のエピソードありますか？うん、ここだけの話、小出さんこんなお茶目な方なんだっていうぐらい、動きが急に突発的に年齢層がグッと落ちる動きをしたりするんですよ。こういう、まあ、さっきもやりましたけど、お芝居中にとか。声のトーンはクールなのに動きがはちゃめちゃみたいな時があるんで、こういうのって案外小出さん の、あのファンの方々も見てない一面だったりするのかな。見てないかもしれないですね。僕らカンパニーのことをまず第一に考えてくださってる方だなって結構初日から思いました。結構やっぱ僕もストレートプレー初めてだったりしたので張り切ったりしちゃったんですけど、もう全然抑えていいとか、声大事にしてとか、すごくこう僕だけじゃなく全体にこうよくこうなんだろう、周りを見ていて的確なアドバイスをいただけてたので、本当にここまで来れたのは座長が小出さんだったからかなと思いました。だだだだ、見つけた見つけた。いや真面目に稽古してるなと思って、やっぱり熱心ですよ池田先生。もう邪魔ばっかりする。邪魔ばっかり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 ちゃうねん。どうですか起き上がり方。完璧ですよ。大して見てない、もう適当なことばっかり言うんだから。完璧なんですよ。結構池田さん男勝りの部分ありますか？まあありますね。だいぶダッシュっていうか、この機敏に動くからね。待って、こう倒れるんですか？こうやって、こうやって。だいぶおてんばなのよ、ちょっとおてんばになっちゃってるから爆笑してますけど。いやだってスカートの扱い、飯使いの方なんぞ。姫じゃない。もう全然姫じゃないんだ。その辺のね、気になったりうんだりがちょっとね。ヨロヨロするシーンあるじゃないですか。はいはい。まあ、野球やられてたからもしれないですけど、はい、ショート守られてたんですって。なるほどね。守備してるんですよ。それ分かる。分かるよね。守備してるんですよ、腰が。そう、腰が座りまくってる。ヨロヨロじゃなくて、なんかこう体慣らしてね。なかなか男性にもない足腰の強さをされてるから。どういう印象ですか、小出さん。私もともと野球をやっぱやってたんで、うん、ルーキーズ大好きで、うん、三越はねーんって。小出さんっていうことは面白いんですけど、初めて最初オーディションの時に初めて見た時、三越はが目の前にいると思って私は青春だったから。ルーキーズの印象しかない。違うよ。いや、ルーキーズ私全てだったから。正直、うん、なんて場面終わってはけると、私がいつも大体落ち込んでるんですよ。場面の反省がひどくて、そうすると大丈夫大丈夫、全然もう何でほんと漫画のズンズンがすごく出てる時ある。どうにかなるからっていう。結構ね、こうなんて考えがちというかね、うん、悩むの好きなのかなって。悩むの探してんだねって。大丈夫大丈夫って、ね、小出さんがすごい堂々とされてるから、逆にそれが安心します。結構ね、やっぱりその、まあね、こう初舞台じゃないんだけど、うん、その涼さんが結構ね、こうマンツーマン的な感じで。あ、そうなんですね。それをガッチリ向き合ってるんでね、それでやらなきゃって言って、責任感が強いんですよ、真面目だと思うんでね、うん、そうだからすごく偉いなって思って、ここほぐしてるわけで、割とね、ひょうひょう、こう見てひょうひょうとやってますよ。いや、うん、引き流してるんですよ、もう。それなんかこう、うまいなって思って。本当ですか？小出さんの稽古中のここだけの意外な一面とか、ここだけの話みたいなあります？小出さんはすっごい冷静に考えられてて、役のこともそうだし、客観的に見たときに、この今の自分が今立ってる位置が正しいのかとかをぐる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 って考えながら、それがずっと、いやこうだな、いや違うこうだなっていうのをずっと一人でやってらっしゃって、一人ですごい周りのことも考えてらして、あ、そんな冷静で客観的にみんなのことを見れる、そんな素敵なところがあるんだなっていうのがすごく印象的です。やん。文学座の梶直子と申します。モール伯爵という、小出君のやるカールの父親の役です。父さんですね。実際まあお兄さんぐらいの年齢なんですけども。そうですよね。父親ということで、やっぱりニューヨークでね、はい、いろいろ学んできて、僕正直それまで
全然どんな芝居をしてたかも、まあ、多少ね映像では見たことあったけどそれがなかったんで、でもちゃんとすごく真摯に、ね、あの芝居のことを考えてるし、いろんな芝居の話できるし、本番入ったらなんか多分楽屋とかで、そうですね、もっとなんかいろんな芝居の話できたらなぁなんて思いながらね、割とどことは言わないけど住んでるところでご近所さんみたいな、そうですよ ね最初電車で一緒だってあったんですよ、えそうなんですか、そうでどこなのって言ったら、ああすげえ近所じゃん、犬の散歩コースだよなってことだから、まあなんか僕はニューヨークじゃなくてロンドン行ったりもしてたんで、しっかりさんはロンドンに1年間行ったんですよ、なんか日本の演劇とアメリカとかヨーロッパの演劇の違いの話なんか割と共通して話せることがあったりとかして、うん、なんかそういう違いもなんかいいように生かしていければいいんじゃないかなと思ってます、はい、あの本番楽しもう、頑張りましょうえ、小出さんのバッグですかこれ、そうなんですよ、レディースっぽいなと思ったんですけど、なんかネットで見つけて可愛いなと思って買いました、紫が小出さんっぽいなって思います抜き打ちカバンの中身チェックして大丈夫ですか、抜き打ちカバンの中身チェックいいですよ、僕のバッグの中身どうぞ、こんな感じですね、ほんと何も入ってなくて、なんか仕事の書類とノートと、あとなんかこういうポーチですよね、こういうやつポーチと、あとこのスプレーでしょ、あと財布でしょ、財布これだけなんですよ、あとこれ軍刀の原作ね、あ、本当だ、そうなんですよ、真面目ですね、真面目な本です、で水でしょ、あと筆箱でしょ、これカンペこうやって、これちゃんと僕書いてるんですよ、これ長ゼリがあるんだよ、こうやってすべて闇だ、曲がりくれた迷路だ、出口もない、導いてくれる星一つまで、この最後の息遣いとともにすべてが消えてしまうなら、では何のためだ、死後の幸福を求めるこの火のような憧れは、ね、真面目ですね、こうやって書いて覚える、書くんですよ、書いてなんか永遠に唱える呪文のように、すごい、そうなんです、でもやっぱ原色が多めですね、原色多いですね、おすすめの、あ、台湾のね、カジさんおすすめなんです、台湾の、はい、のど飴なんですけど、はい、あの向こうだとなんか本当どの家庭にもタイガーバームみたいな、ね、ある、そうそうそう、あるなんか万能薬、じゃあなんか台湾の本当常備薬みたいな感じで、飴もあるし、なんかこうちょっと飲むのもあるんですけど、はい、これは効きますかね、うん、これなんかやっぱり普通ののど飴よりはいい感じがしますね、え、日本で買えるんですか、あのアマゾンとかネットで買えるんですか、これいいですよ、喉にもいいですし、うん、実際いいし、なんかね、こう可愛いじゃないですか、ちょっとパッケージ可愛いですね、そう、あ、すいませんあ、シール、シールを貼っていただいて、ケイケイ、そう、ケイスケが黒貼ったから、そうです、僕は、僕はこれ白で、カジさんもこれ貼ってください、本当だ、ありがとうございます、小出さんのオリジナルのコーヒーのなんか貼ってるそうそう、チャイティーラテもステッカー貼っといてあのスタバでこうペタって貼って剥がれやすいやつあるじゃん、チャイティーラテみたいな色してるからチャイティーラテチャイティーラテみたいな色してるからもう長い付き合いですから、もう20年以上のお二人お付き合いなんでね、いやもう本当お世話になってるさっきなんでだよ、じゃあ行ってらっしゃい、デュースババンカール、かっこいい、カールフォモン Thank you.